かれこれ、2年ほど前から行われている、神戸電鉄神戸市北区大川駅の近くの、物流センターの隣に、まあ、テレビの放送では物流センターを作るというような話で、建設中なんですけども、もう高さ制限した方がいいですよ。もともと物流センターがその隣にありますから。でそこをもう撮影して見て回りました。倒産してるところもあるぐらいです。スペース空いてるんですよ。新しく作る必要がない。そこで倒産して放置されてる会社から、建物を、解体してそこに作っておけばよかった。丘を切り開いてまでするようなことではなかったということになります。車を置いておくにしても同じですよ。その西宮市の流通センターのところに空きスペースがあるからそこに置いておけばよかったっていうことになります。まあ、とにもかくにも早くガソリン車の生産停止ですね。中古車を販売していればいいと、まあ、そういうことになります。でここからだったら分かりにくいんですけども、両サイドに螺旋状の、何か建設物、あちらの方のあのクレーンなんですけども、もしかしたら車の保管庫とか考えてました。それだったらトヨタさんが向こうの方の田尾駅側に作ってた場所、あそこもともと空き地だったから、あそこにもともと中古車並べてたはずなんですよ。もともとはパチンコ店ですね。でそこは退去してと、まあ螺旋状のっていうのがあれなんですよ。高さがずっと増えていってるんで、もう高さ制限した方がいいですよ。箱物なんかない。ずっと人口少子化してるんだから、これ以上むちゃくちゃな、話をテレビで放送して多分フェイクでしょ。フェイクから何か物事始まったんですよ。僕が生まれてくる前からですよ、人口は少子化始まってるの。1977年生まれですけども、その時と比べて生まれてきてる人の男性女性の数はまあ半分ぐらいになってます。だから運ぶもの少なくなっていくから、物流センターが空いていくだけだから、新しく物流センターなんか絶対作る必要がないです。